皆さんこんにちは。チャンマのご機嫌な暮らしのチャンマです。いつもご視聴ありがとうございます。毎回温かいコメントをくださる皆様、本当に貴重なお時間を頂戴いたしましてありがとうございます。心から感謝しております。今日はですね、フランフランの購入品紹介を久しぶりにしていきたいと思いますので、よろしかったら最後までお付き合いください。はい、まず一つ目の紹介です。こちらのランチョンマットです。はい、こちらはですね、以前からちょっと気になって見てたものなんですけども、1枚税込み700円、こちらを2枚購入してきました。これはですね、お皿も今回購入したんですけど、それがちょっとなんか和食器っぽかったので、それに合うかなと思って。ずっと気になってて、いつか買おうと思っていました。それでちょうどね、我が家にこのぐらいのお皿がないので、はい、じゃあお見せしますね。はい、じゃーん、美濃焼きと書いてあります。余談なんですけども、おそらく私はこのお花の形が好きみたいで、我が家にあるこのお花の食器を今お持ちしたんですが、こちらがですね、セリアのもので、我が家で使っている醤油皿になります。はい、そしてこちらはまたその一回り大きいお皿になりまして、こちらもお花、セリア、同じくセリアですね。なんか裏に書いてありますね、同じセンチュリー、このシリーズです。はい、もう こちらなんかはもう10年ぐらい使ってるんじゃないですかね。はい、それでこちらは動画でもあげたんですけども、初期の頃のセリア購入品紹介で紹介してる。でこちらのお皿、はい、ですね。はい、続きまして、じゃーん、こちらの花瓶になります。こちらのゴールドのものになります。税込み800円です。いかがでしょうか。こちらは、実際にお花を入れるイメージではなくって、キッチンの背面のところに小窓があるんですけれども、そちらの方に飾ろうかなと思って購入してきました。はい、続きまして、こちらになります。じゃーん、シェルのフラワーベースという商品になります。私はこの中にこのお花を飾ろうと思って、こちらも購入してきました。こちらは一束500円、税込み500円になります。でこちらも同じくキッチンの背面の、カウンターがあるんですけども、後でちょっと飾ろうかなと思いますけども、白っていいですよね。白好きです。はい、ここに置いておきます。はい、はい、続きまして、こちらのうさぎちゃんになります。はい、いかがでしょうか。ホワイトとブラックがありまして、はい、そうですね、うさぎちゃん、はい、こちらはですね、ずっと風水で、うさぎの置物が、良いとされてて、ずっと探してたんですけども、やっぱりなかなか気に入ったのがなくて、インテリアに溶け込むような
ものがあればいいなと思ってたんですけども、なかなかなかったので、こちらのフランフランの白のラビットにしました。はい、こちらも、まあ、置く場所はいろいろ変わると思うんですけども、とりあえずキッチンの方の小窓に飾っていこうかなと思います。はい、ですね、我が家のクッションカバーなんですけど、こちらは IKEA で、こちらは無印、はい、でこちらがソファーについて、ソファーを買った時に、別売りであったんですけど、同じ生地でこれは作ってもらいました。で、いいですね。で、なんとなくね、こう映えないっていうか、ずっとなんかちょっと暗いなと思っていたんですね。それでフランフランを覗いて、あ、次クッションカバー買うならフランフランがいいなと思って、そして値段下がるまで待ってよと思って買わないでいたんですね。そしたらですね、 30% オフになってました。はい、まずクッションを選ぶときは、その全体のカラーを統一させたいので、一つ自分が気に入った結構インパクトあるものを選びます。はい、で私はこちらの、今回は花柄ですね、こちらを購入してきました。はい、ちょっと近くでお見せしますね。こういう感じです。黒ベースに黄色のお花、それに水色、あと白、ちょっと赤、はい、ちょっと檻みたいな感じになってます、この黄色い部分。はい、これがまず一目で気に入ったので、まずこうして、それで、じゃあ次何色にしようかなと思ったんですけども、秋なので、ちょっとこの黄色を広げていこうかなと思って、こちらの、じゃん、こちらのマスタードの、一色のクッションカバーにしました。で、私フリンジが好きなので、この端の4つのフリンジも気に入りました。はい、でこちらはセールじゃなかったんですね、税込み2000円でした。はい、でこんな感じでこういくんですけども、例えばこれを外しまして、これでなんとか、これでもちょっと暗いんですよね、多分暗いんですよね。で、そこで、差し色に白を買ってきました。じゃん、こちらも 30% オフになっていました。はい、もともとのお値段が税込み4000円ですので、2800円ですかね。はい、こちらも、こちらはもともと3500円の 30% オフ。でこれをこうしてやると、なんか白が入ることによって、逆にこの他の色柄が映えるんじゃないかなと思って、こういう風にしてみました。はい、ちょっと今変えてみますね、クッション。今クッションカバーをつけてみました。
それで途中からそのイケアのグレーのクッションは生かそうかなと思って、このようにニコニコで置いてみました。はい、全部柄物でも変ですし、全部無地でもなんとなく寂しいので、こんな感じはいかがでしょうか。はい、やってみました。はい、クッションカバーあと2枚購入してきました。こちらは以前から目をつけていたこのくすみピンクのフリフリです。はい、こちらは税込み3500円の 30% オフでした。いかがでしょうか。なんかちょっと私っぽくないんですけども、やっぱお家で撮影することが多いので、皆さんに少しでも楽しんでいただけるように変化をつけたいので、そんな時にちょっとクッションカバーを変えるだけでも、まあ、私も気分が違いますし、見てる皆さんも楽しんでいただけるかなと思って購入してきました。はい、でこちらはこの白は生かしてこれに変えるとか、そうですね、あとこの黄色もちょっと合わなくなってくるので、もう1枚購入したこちらの、こちらも税込み3500円です。この花柄にこのゴールドのキラキラがついてるバラですね。はい、はい、いかがでしょうか。こちらサテンのくすみピンクのフリフリのクッションカバーに変えてみました。でこちらもバラのクッションカバーに変えてピンク系で、さっきのパターンはイエロー系で、こちらのパターンはピンク系でやってみました。はい、我が家のクッションはちょっとチャコールグレーで暗いので、このぐらい色があってもいいかなと思います。はい、感じです。はい、それでは今から実際にこちらのお花を飾っていきたいと思います。はい、はい、そしてですね、このフラワーベースを今こちらのケーラーのものを置いてるんですけども、こちらをこの大きいケーラーの隣に戻しまして、こちらに置こうと思います。お、ギリギリでしたね、サイズが。お、ギリですね。危ない危ない。西に黄色って言いますけども、西に金だったらもうもっといいんじゃないかなと思ってちょっと期待してます。はい、こちらねチョコレートなんですけども、包みが可愛いので見えますか。ずっとこの3人置いてます。でこれはダイソーかセリアの松ぼっくり。はい、この木に対してね、松ぼっくりの大きさがもう尋常じゃないんですけども、ちょうどこのスペースに当てたのでこんな感じで飾ってます。はい、こちらは雑貨屋さんで購入したんですけども、はい、入れ物になってて、もう独身の時からあるものです、こちらは。はい、なのでまずこれをちょっと変えていこうかなと思います。これをじゃあ引っ込めて、このうさぎさんにしていこうかなと思います。それでこのねタグを取るとこの黒いゴムが外れちゃうんですけども、この黒がねアクセントで可愛いので、ここになんか黒いおリボンでもつけてあげようかなと思います。はい、可愛い、ちょうど大きさいいですね。なんかやっぱり大きさって自分家のこの感じがもう分かってるから、あ、これ入るとかこれ入んないって分かりますね、すぐね。合ってました。はい、そして真ん中がこれなんでちょっとテイストが違うんですけど、ここをそうだね、
でここをちょっともうずっとこれだったので変えます。こちらにします。こちらはセリアで購入したものです。普段はこちらにあのアクセサリーを入れて飾ってたりしてます。はい、ただこのサイズちょうどいいのでここに置いておきます。はい、はい、ちょっとこんな感じにしました。見えますか、透明で。はい、以上がフランフランの購入品紹介になります。少しでも皆さんの参考になりましたでしょうか。はい、店内はですね、割引のもの、値下げされているものがたくさんありました。なので普段目をつけといて、こういう時期にちょっとまとめて買うのもありかなと思います。やっぱりあの YouTube 家で撮ることが多いので、特にあのこの時期ですね、家での撮影が多くなるので、こういうインテリアのものに目が行きましたね。はい、まあ、お皿もランチョンマットも以前から目をつけてたものですので、とってもいいお買い物ができたんじゃないかなと思っております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。